マリアツアサシンは、戦国時代の人物、マリアツ・タケダ家の一族、カズサ・オダキ城の城主。カズサ国王・タキネゴや城主・タケダドの経図によると、オダキ城の築城者である、マリアツ・ノブキオの孫で、父の名は、マリアツ・ナオノブ。近年の研究で、当時のマリアツ・タケダ家の当主のマリアツ女官の実名が、ノブキオであったと考えられるようになったが、 ジョカンとアサシンの祖父の信清とは別人と考えられている。黒田元木は小田木武田氏の成立は英少年間から大英年間にかけての頃であり、また通詞である新の一から小田木の武田氏はもともとは長男武田家の一族であった可能性を示唆している。妻はマリアツ信鷹の家臣である後藤氏の娘。また娘が 里見よしとよの妻に嫁いがともされるが、世外的な整合性がないことから疑問が提されている。黒田元樹は、当主である信清との御伝であると推測し、また、里見よしとよと関連するアサシンの自責については、アサシン本人のものと信清のものが混在していると、考察する。里見氏の内紛の際に、主君マリアツ女官の命により、自分の娘婿でもある。 里見義豊の救援に向かう。だが、義豊は、里見義高に撃たれてしまい、朝ンは対抗して、暗号天神城を占拠して、上手となる。女官の死後の後継者争いでは、マリアツ新王を支持する、マリアツ前方など、一族の意向に反し、朝ンは、新王の諸兄である、マリアツ信高を支持して、新王方についた、里見義高と再び争ったという。 ただし、近年の研究では、里見氏は当初は、信隆氏自派であり、本家の家徳争いとは別に何らかの形で、朝臣と吉隆との間に対立があったのではないかと、推測されている。1541年頃には、里見吉隆の重心である、正木と木持が、天心城を攻めると、城は、正木軍の攻勢を支えきれずに落城するなど、朝臣の勢力権は、 マサキとキモチ、マサキとキタダ兄弟の構成にさらされるようになった。すでに、マリア・ツタケだけは、内紛で弱体化し、カズは、ご法上氏と里見氏の草刈り場と化していた。トキモチ、とキタダの北上は続き、劣勢のアサシンは交戦したが、1544年には、カズサ・カリア原の戦いにおいて、トキモチによって撃たれ、小田記城はトキモチによって奪われてしまった。以後、 時持ちの小田木正樹氏が、東、上佐を支配することになる。遺説として、三浦慶図伝によると、子である信正とシーズ城に逃れ、その地で戦死したとされる。ありがとうございます。